はいじゃあ、今回はね、二つ目の質問でございます。あの、貧困のレベルを教えてくださいってことでしたね。うん、これはね、自分が貧困って感じれば貧困なんですよ。たとえお財布の中に2万円があっても貧困だと思えば貧困ですしね。それこそ、武士は食わねど高楊枝貧しくても心は二識いろんな言葉があって、金とかね、自分の物質がないぐらいで、 自分は貧困なんかに陥れることはできないぞ心は豊かなんだぜと思えば貧困じゃないんじゃないですかうんどうですかねもう世の中には貧困だ貧困だって言っても結局サンドの飯にありつけたりとか家の中にねテレビやスマホがあったりとかするじゃないですか貧困ってどういうことかっていうと水道が止まったりとかねそれこそ屋根からからっ風が吹き込んできたりとかうん そうだね3日間飲まず食わずで3日ぶりに食べた飯がまあ、公園に落ちていたなんか歯型のついたメロンパンとかね確かに貧困じゃないかなと思うんですけどね、うん、だから客観的に貧困って測りづらいんですよ、うん、だから本人がどう思うかじゃないですかそれはそれしかないと思いますよだって 誰でしたっけねまあ私の例でもいいですけども借金が2,000万3,000万あっても自分のこと貧困だと思わずにすき焼き食ってましたからねだからこの日本で上手にやるとあの資金力はマイナス資産はマイナスなのに何不自由なく暮らしていくこともできちゃうんですよねそもそもその日本にね生活保護って制度がある限りパーフェクトな貧困ってのはなかなか落ちらないんじゃないかなと思いますただやっぱり本人が どんな状況であれ、自分は貧困だと思えば、それは貧困なんだと思いますよ。その程度で貧困とかってよそがいいもんじゃないですからね。うん、またね、貧困暮らしをしている意識がない人に向かって指さして、お前貧困だっていうのも変な話ですしね。<laughs> うん、貧困の生活レベルね、うん。まあ日本にはね、貧困ってものはないと思いますけども、まああとは本人がどう感じるかじゃないですか。また誰と比べて何と比べて貧困だと言ってるのか、その辺を明らかにすると、 まあ、いろいろと見えてくるものがあるんじゃなかろうかと思いますね。じゃあ、いたせ。